小米洞窟の壁画小米洞窟の壁画小米洞窟は、フランス南部アルデシュ県のバロンポンダルク付近にある洞窟。小米洞窟壁画で知られる。現在、知られるものでは、最古級と思われる、約3万2000年前の洞窟壁画で、1994年12月18日に3人の洞窟学者、 ジャンマリー・ショーベ、クリスチャン・イレール、エリエット・ブリュネル・デシャンによって発見され、洞窟壁画の開始時期を大幅に遡らせた。ショーベ洞窟は発見者のショーベにちなんで名付けられた。ただし、絵の年代については論争となっており、これまで見つかった洞窟壁画よりも相当古いものとして発表されたため、宣伝目的のために絵の描かれた年代が誇張されたと考える人もいる。 小部洞窟壁画からは現在判明しているだけで260点の動物画が見つかっており、その総数は300点を超えると見られている。描かれている動物は、現在のヨーロッパでは絶滅した野生の牛、馬、犀、ライオン、鹿など13種類あり、その中には、フクロウやハイエナやヒョウなど、従来知られていた、氷河時代の洞窟壁画には見られない動物も含まれている。 これらの絵は、スタンプあるいは、吹き摘みの技法を使って描かれている。また、昭米洞窟の洞窟壁画を、その年代から、ネアンデルタアルジンの作品であるとし、最後期のネアンデルタアルジンは、芸術活動を行っていたと考える研究者も、存在する。旧石器時代の洞窟壁画は外気に触れると急速に、侵食が進み、痛みがひどくなるため、現在では、 洞窟壁画の多くが非公開の扱いを受けている。昭米洞窟もその例外ではなく、特別に許可を受けた一部の研究者を除いて、洞窟への立ち入りは禁止され、壁画は非公開となっている。2014年の第38回世界遺産委員会で世界遺産リストに加えられた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。